滝様、これまで日本代表で10番を背負った選手といえば、あなたは誰を思い浮かべますか？中村俊輔、香川真司、そして直近では堂安律と、その時々で強烈なインパクトを代表に与えてきた男たちが、その伝統ある背番号を背負ってきましたが、今回はその中で最ももがき苦しみながらも、持ち前の負けん気で代表を牽引してきたある男を紹介したいと思います。南野匠、主にカタールワールドカップに至るまでの戦いで10番を背負い、ワールドカップ出場、そしてカタールでの決勝トーナメント進出まで数多くの瞬間で日本の攻撃を支えてきた南野ですが、モナコ移籍後の彼は苦難の時期が続いていました。しかし時間とともに適応のきっかけをつかんだ彼は、代表ファンからもモナ王と呼ばれるほど復活の時を迎えていて、再び欧州屈指のフォワードへと駆け上がろうとしているのです。そのため今回は南野匠のこれまでの物語を振り返りたいと思います。かつて日本代表の10番を背負い、第一次森保ジャパンを牽引するエースとして期待されたストライカー、世界の滝こと南野匠について語っていきますので、ご一緒にどうぞ。10番が似合い、王子様的イケメンでもある南野ですが、身長172センチ、体重67キロとサッカー選手としては小柄な体格ながらも、その持ち味は屈強なディフェンス陣が居並ぶバイタルエリアやペナルティエリア内といった密集地帯でこそ威力を発揮するフィニッシャーとしての能力で、狭いエリアでもボールを受けて鋭いターンで前を向くアジリティ、そして細かいタッチからマーカーを外して思い切り振り抜ける天性のシュート感覚に、ヘディングや泥臭いシュートなどなりふり構わないゴールへの執念も持ち合わせ、これまでの代表活動でも数多くのゴールを生み出してきました。ただ本人も語っているように、センターフォワードの背後でのプレーを最も好んでおり、ストライカー、プレーメーカーを兼ねたいわゆるセカンドトップ、またはシャドーストライカーにトップ下などにおいて 9.5 番として振る舞うことで、滝の能力は最大化されるのです。またこれまでのキャリアで前線からの守備が鍛え抜かれてきたことも強みであり、チームプレイヤーとしても高い守備で攻守に貢献してくれます。そんなフィールド中央の支配者滝ですが、ここからはそんな彼の能力が磨かれてきた現在に至るまでのキャリアを振り返っていきましょう。阪神淡路大震災が発生した1995年1月、南野は大阪府泉佐野市に二人兄弟の末っ子として生まれました。その後は3歳上の兄の影響で彼も自然にサッカーを始めたそうで、小学校では隣町のゼッセル熊取 FC に入団、なお同クラブでは現在ドイツ2部のハノーファーに所属する室谷生と同級生としてプレーしていたことから、共に第一次森保ジャパンのメンバー入りを果たしていた当時は話題になりましたよね。そんな小学校時代の南野は3年生の頃には兄を追う形でクーパーコーチングスクールへ通ってスキルを習熟させたそうで、当時について本人は、小学生の時からドリブルに対するこだわりがありました、自分で仕掛けてゴールまで持っていくということを武器に今までやってきたので、そこに対しては誰にも負けないという気持ちがありますし、これからも伸ばしていきたいと思っていますと振り返るように、ここで現在のプレースタイルの原点を築きました。そんな負けず嫌いで知られる南野は、小学校を卒業する2007年の頃には複数の J アカデミーからスカウトを受けた中、やはり兄の後を追いかける形でセレッソ大阪アカデミーに入団、中学3年の夏にはクラブユースサッカー選手権に出場すると、準々決勝で優勝クラブとなるヴィッセル神戸ジュニアユースに敗れたものの、南野自身は大会得点王に輝き、すでに同年代でも注目される存在となっていました。そして中学卒業を前に、中3の春、当時の古賀拓磨監督に高校サッカーへ行きたいと面と向かっていったんです。そしたら、お前は胸に何をつけてるんや、プロになりたいんやろと、その強い言葉を聞いてセレッソに残ろうと思いました。それを境にユースの練習に参加させてもらい、完全にユースからプロになることだけを考えるようになりましたと、分岐点があったことを振り返る南野は、そのままセレッソ大阪アンダー18へ昇格します。高校1年から主力としてプリンスリーグ関西でチームを無敗優勝に導いた南野は、その後2011年に行われた J ユースカップ2011では13ゴールを挙げ、大会得点王を獲得してクラブを準優勝に導くなど、エリート街道をまっしぐらのように語られがちですが、高校時代の恩師である大熊雄二監督は、ユースに上がってきた当初の匠はゴールを決めたい気持ちが強すぎるあまり、ボールを持ちすぎる傾向が顕著でした、そこでゴールから逆算してプレーを選択するようにと口を酸っぱくして言い続けましたと、当時の南野の玉まだれの悪さを指摘。また守備にしてもそうで、正直高1の頃は全くと言っていいほどプレスに行けなかった、ある時本人が守備の負担が大きすぎて大事なところで力を出し切れないと言ってきたことがありました。本人がストレスを感じているのを私も分かっていました。それでも続けることで必ずできるようになると励まし、背後からサポートし続けました。高2から3年でサイドハーフを経験させ、プレーの幅を広げることにもトライした結果、守りの課題にも確かな改善が見られましたと、南野は守備意識の改善を含め様々な試練を乗り越えてきたことを明かしています。対して当の南野もユースに上がってフィジカルコーチの藤野さんの指導を受けたんですけど、それがビビるくらいにきつかった、疲れていても守備をサボったら思い切り怒られますからね、手を抜こうものなら大熊さんはちゃんと見ている、それまでの僕は全然守備をしない選手だったけど、ユース年代でサイドハーフをやる機会もあって守備の仕方を一から学ぶことができた、その経験が今に生きていますねと、ユース時代の苦労が現在のプレーの礎となっていることを振り返っています。加えて余談にはなりますが、南野が通っていた広告高校サッカー部には古橋京子が所属していたこともトピックとして有名で、そんなクラブと部活動という対極にあった2人が現在日本代表のメンバーに名を連ねているのは非常に興味深いです。
興味深いですよね。ただそんなエリートかつスパルタな環境で自身を磨き続けた南野は高校3年の2012年8月にトップチームの2種登録選手となり、いよいよプロへの道が開かれます。時は2012年シーズンのリーグ選手版。当時高校生だった南野は32節大宮アルディージャ戦の後半途中から J1 デビュー以降、現在まで続く輝かしいプロサッカー選手としての第一歩を踏み出します。続く33節のサンフレッチェ広島戦でも途中出場、そして最終節川崎フロンターレ戦では初先発を果たすなど、クラブの期待がうかがえる起用となりましたが、降格圏争いギリギリだった川崎戦で南野はピンポイントクロスで横山の得点を前立て、 J1 残留にも大きく貢献しています。また天皇杯4回戦清水エスパルス戦でも先発した南野は前半24分に扇原貴弘からの縦パスに反応して左サイドからゴール右隅を打ち抜き、自身公式戦初ゴール。その後チームも4対0と回収すると、試合後のインタビューで南野は前半の立ち上がりから思い切ってシュートを打つと考えていたんで、うまくミートしてゴールできたんでよかったですと初々しいコメントを残しつつ、早くも J1 の舞台でインパクトを残したのでした。そして高校を卒業した南野は迎えた2013年シーズンからトップチーム昇格が決定。ちなみに当時のセレッソは J1 に復帰した2010年シーズンに3位躍進のサプライズを果たしたものの、続く2011年は12位、またさっきは14位と低迷が続いており、この若きスーパールーキーには多くの期待が寄せられていました。そして開幕節の新潟戦で早速先発に名を連ねた南野はブラジル人助っ人エジノや柿谷陽一郎、山口蛍らと前線を形成し、左サイドでフル出場。その後4月以降はベンチスタートが続いた南野でしたが、14節ジュビロ磐田戦で先発の機会を得ると、0対0で迎えた後半58分に左サイドでマーカーをかわして強烈なミドルシュート、これをゴールに突き刺し、待望の J1 初ゴールをゲットします。これは大久保嘉人が記録した18歳10ヶ月5日を抜く18歳5ヶ月20日での得点であったことから、 J1 リーグ最年少得点記録も更新する記念すべき一発となりました。さらに同月末にはセレッソから世界へと羽ばたいた OB 香川真司擁するマンチェスターユナイテッドとの親善試合において、南野はペナルティエリア外から美しい弾道のミドルシュートをゴール右上隅に突き刺すなど、高パフォーマンスでアピールに成功し、以降先発の座に定着していくこととなります。しかしその後、南野は21節清水エスパルス戦で左膝を負傷してピッチを退くと、診断結果として伝えられたのは全治6週間。実際彼は22節から5試合を欠場することとなり、その間のセレッソも5試合連続引き分けと苦しい時期が続きました。ただ27節に復帰した南野は、続く28節大分トリニータ戦でシーズン2ゴール目を挙げると、31節の FC 東京戦でシーズン3ゴール目と調子を上げ、迎えた最終34節の浦和レッズ戦、前節では鹿島アントラーズとの上位対決に敗れ交代したセレッソでしたが、同じく ACL 出場枠を争う浦和との一戦では南野が2ゴールを挙げるなど5対2で快勝を収め、最終的には浦和鹿島を抜いてリーグ戦4位浮上、アジアチャンピオンズリーグ出場権獲得を果たす大逆転劇を演じたのでした。そんな負傷離脱はありながらも、シーズン後半に主力に定着した南野はリーグ戦29試合出場で5ゴール5アシスト、山崎ナビスコカップでも3ゴールを挙げるといったトップチーム1年目の活躍が評価され、同年の J リーグベストヤングプレイヤー賞も受賞する周囲の期待に応えるシーズンを送りました。なおシーズン終了の頃、南野はすごく出たいですね、来シーズンの開幕からバリバリやっていかないと難しいとは思いますが、それを狙っているので、どんどんチームで結果を残していきたいです。僕はプロなので、年齢がどうこう関係なく、そこを目指すというのは普通なこと、当たり前のことだと思っています。というよりは、やっぱり陽一郎くんとか蛍くんとか、同じチームの選手が出ているのを見たら、なんかうずうずするというか、自分もここでやりたいと、今まで以上に強く思うようになっていますね。と、さらなる野望を燃やしたのでした。そして、迎えた2014年シーズン、ACL を並行して戦うセレッソは、レビー・クルピの契約満了に伴い、さっき FC 東京で指揮を取っていたランコ・ポボビッチを新指揮官に加え、同じく FC 東京から長谷川アーリア・ジャスール、また2010年南アフリカワールドカップ MVP のウルグアイ代表ストライカーディエゴ・フォルランも加えるなど大型補強を敢行。そんな新生セレッソは開幕節で黒星を喫するも、2節からは3連勝を収めますが、新戦力のフォルランがフィットする一方で、さっき21ゴールを挙げたエース柿谷、そして期待の新人を南野の不発が続き、5節以降は6戦勝ち星なしと序盤から暗雲が立ち込めます。その要因には ACL との並行稼働による疲弊、カウンター主体からポジション重視のサッカーへのスタイル転換による弊害などが指摘される中、ブラジルワールドカップ前の6月にはその責任を取らされる形でポポビッチが解任。なおそのブラジルワールドカップのメンバーにはセレッソから柿谷、山口が選出されましたが、予備登録メンバーだからクラブで不振の南野には声がかかることはありませんでした。その後リーグ戦が再開する7月には柿谷のバーゼル移籍などもあって、セレッソは13節以降リーグ戦11試合勝ち星なしが続き、順位も降格圏まで低迷。一方4月の ACL でプロ入り後初一発レッドを食らっていた南野でしたが、
リーグ戦12節の川崎フロンターレ戦では大島亮太に倒された後に報復の蹴りを見舞ったことでリーグ戦初一発レッドも頂戴するなど、フラストレーションの蓄積とともに若気の至りを披露しつつありました。ただ20節川崎戦ではようやくシーズン初ゴールを挙げると、22節でもゴールを挙げて復調の兆しを見せていた南野は10月に AFC アンダー19選手権2014に臨む代表メンバーに選出。グループリーグの韓国戦で南野は2ゴールを挙げて日本をグループ首位通過に導くと、準々決勝の北朝鮮戦で敗退したものの、自身は大会4ゴールを挙げるなど同年代の中ではやはり群を抜く存在でした。しかしその後のリーグ戦では自身の得点、またチームも勝利から遠ざかる中、世間の注目を集めたのは南野のプレーではなくピッチでのある振る舞いでした。32節ベガルタ仙台戦でペナルティエリア内右に侵入した南野はゴール前にカカウが詰める中、角度のないところから強引にシュートを放つも、ボールは枠の外へ。直後南野に詰め寄り苦言を呈すカカウに対し、南野はうっさいんじゃボケと言ったと思われるシーンをカメラに抜かれ、以降彼のピッチ上での好戦プリを示すエピソードとして語り継がれるようになりました。そんなプレー以外の話題が先行した2014年シーズンのセレッソでしたが、結局 ACL はラウンド16で敗退。またリーグ戦は17位まで落ち込んで2009年以来の J2 降格が決定。また南野自身もカップ戦では得点を積み上げたものの、リーグ戦30試合に出場しながらわずか2ゴール1アシストにとどまるなど不完全燃焼の1年となりました。ただそんな失意のシーズンを送ったはずの南野に、その後のサッカー人生の転機となるチャンスが訪れたのはそれから間もなくしてのことでした。このようにクラブは J2 降格、自身も期待外れのパフォーマンスに終始するなどプロの厳しさを経験した南野でしたが、衝撃のニュースが報じられたのは年明け早々でした。南野匠海外移籍。2015年1月、今後のキャリア開拓のためステップを模索していた南野でしたが、オーストリアブンデスリーガの名門クラブレッドブルザルツブルクからオファーが舞い込むこととなり、南野は約2シーズンを過ごしたセレッソを離れ海外へ旅立つこととなりました。その移籍の背景には、当時レッドブルグループの敏腕スポーツディレクターとして知られたラルフ・ラングニックを中心としたザルツブルク経営陣が若手の有望選手獲得を進めてきた経緯があり、ラングニックも南野のことはずっと追いかけていた、高い潜在能力を持っていると将来を嘱望されるアジアの逸材に目をつけたことを明かしています。ただ育てのクラブを見かける形となった南野自身は、セレッソのチームメイトから関係者ファンやサポーターに申し訳ないと葛藤に揺れながらも、最終的にはこの状況で行くのだからこそ海外で通用せずに 1,2 年で日本に戻ってくることなど絶対にできないし、セレッソで培ったものがあったからこそ今があるんですと誇れるくらいの実績を残さないといけないなと考えていましたと迷いを力に変え、20歳の誕生日を迎える直前に海外挑戦をスタートさせたのでした。なおかつてはサントス・アレサンドロや宮本恒康も所属していたことで日本とも馴染みの深いザルツブルクでしたが、さっきは指揮官ロガー・シュミットの下でリーグ王座を奪還し、カップ戦との国内2冠を果たすなど国内最強クラブとしての地位を構築。南野が途中加入した1415シーズンは得点源であったサリオマネがプレミアリーグへ去ったものの、やがてリバプールに移籍を果たすナビゲーターをはじめ、ゲンドルトブント所属のマルセル・ザビッツァ、またリーサン24シーズンにバイエルンに加入したコンラート・ライマーといった若き日のビッグネームたちがずらりと並びました。そしてロガー・シュミット退任後、このフレッシュなチームを率いていたのが同シーズン夏に指揮官に就任したアドルフ・ヒュッターであり、彼もまたラングニックが志向するハイプレスからのアグレッシブなスタイルを継承。そんなヒュッター新体制でも強いチームを構築していたザルツブルクはリーグ戦前半を首位で折り返すと、ヨーロッパリーグでもグループステージを突破するなど激戦の真っ只中にありましたが、シーズン途中から身を投じた南野は2月に行われた20節のウィーナー・ノイシュタット戦で欧州リーグデビューを飾ると、3月の23節では 4-4-2 の左サイドハーフで先発して海外リーグ初ゴールを含む2ゴール1アシストを挙げ、4対1の快勝に貢献。その後も新チームへの適応に奮闘しながらもリーグ戦15試合に出場してうち9試合で先発を果たし、3ゴール3アシストを記録するなど主力に定着した南野はクラブの国内2冠2連覇の一員として上々の海外挑戦1年目を過ごしました。続く1516シーズンはヒュッターがクラブを去ってペーター・ツァイドラーが指揮官に就任すると、開幕から先発を外れた南野でしたが、3戦勝ち星なしで迎えた4節リート戦で初先発の機会を得ると、いきなり2発を沈めてザルツブルクの今季リーグ戦初勝利に貢献。以降右サイドハーフを主戦場として主力に定着した南野は13節までに7ゴール3アシストと驚異的なペースで数字を積み上げ、ザルツブルクも12戦無敗と勢いに乗りました。そんなクラブでの目覚ましい活躍もあって、南野は2015年10月のイランとの国際親善試合に臨む日本代表メンバーに初招集され、短い時間の出場ながらサムライブルーの一員として初めてピッチに立ったのでした。その後シーズン途中にオスカル・ガルシアへの指揮官交代などはあったものの、ザルツブルクは3期連続2冠を達成し、南野もキャリア初の2桁ゴールとなる10ゴール4アシストを挙げるなど充実したシーズンを送りましたが、南野にとって3シーズン目を迎えた1617シーズンはオースカル・ガルシア体制下で序列が下がりベンチスタートが増加。使われない理由を尋ねられた指揮官は、攻撃面での能力、ボールを前に運ぶ技術は認めている、ただし自陣でボールを奪う回数が少ないし、そういうデータも出ている、今チームの戦い方としてサイドハーフの選手にはそういうところを求めている、練習からしっかりと相手に体をぶつけてチームを助けるプレーを
見せてくれと激を飛ばすと、南野はそれまでのサイドハーフ起用からフォワードへのコンバートを直訴したそうです。そうした経緯もあって20節ボルフスベルガー戦でファンヒちゃんとの2トップを形成した南野はこの試合で2ゴールを挙げて結果を残すと、ロドルキは22節のリード戦23分に胸トラップで落としたボールを蹴り込んで逆転ゴールを奪うと、直後の25分にはグラウンダーのクロスに左足を合わせて2点目、さらに58分にも得点を追加した南野はハットトリックを達成してアピールに成功。以降南野は2トップの一角としてポジションを勝ち取っていきました。最終的に南野はリーグ戦で21試合の出場ながら2期連続の2桁得点となる11ゴール4アシストの結果を残し、17節以降15戦無敗と調子を上げたザルツブルクも最後まで走り抜け、見事4期連続2冠を達成します。そして続く1718シーズンも7ゴール6アシストを記録するなど結果を残していた南野だったものの、2015年の初招集以降 A 代表からは遠ざかっており、18年ワールドカップで彼の姿を見ることはありませんでした。ただ続く1819シーズンの開幕から間もない2018年9月、ワールドカップ後に始動した森安はじめ新体制の初陣となったキリンチャレンジカップの代表メンバーに招集された南野はコスタリカ戦で待望の A 代表初ゴールを挙げると、10月のパナマ戦でも 4-2-3-1 のトップ下で出場して2試合連続となる先制ゴールを挙げチームの2連勝に貢献。さらに続くウルグアイ戦では開始10分にペナルティエリア内で鋭いターンからマーカーを外し強烈なシュートを叩き込んで先制点をもたらすと、1点リードで迎えた66分には堂安の強烈なシュートからこぼれ球を押し込んでこの日2点目を挙げ、3試合連続ゴールの快挙で森安ジャパンの3連勝に貢献します。こうして右の堂安律、左の中島翔也と2列目で効果的な連動を披露し、圧巻の決定力を見せた南野は第一次森保ジャパンの象徴的な存在、三重師の一人として4年後のカタールワールドカップへ向けた大きな希望の光となったのでした。そんな代表で一躍ヒーローに躍り出た南野はクラブでもトップ下での出場機会も増えると、ザルツブルクもリーグ戦開幕10連勝と好調が続く中、それと並行して目覚ましい結果を残したのがヨーロッパリーグでした。初戦でレッドブルグループの兄貴分ライプツヒに勝利を収めるなど、グループステージ3連勝を飾ったザルツブルクでしたが、圧巻は4節のローゼンボリ戦、この試合で南野は開始わずか5分にドリブルからの股抜きシュートで先制ゴールを挙げると、19分には後方からのロングフィードを左足ダイレクトで合わせ追加点、さらに前半終了間際には自らのシュートの跳ね返りを押し込んで前半だけでヨーロッパリーグ初ハットトリックを達成し、彼の活躍もあってザルツブルクはグループステージ6戦全勝で決勝トーナメント進出を果たしました。一方年が明けた1月には南野はアジアカップ2019のメンバーとして日本代表に合流しましたが、特にインパクトを残したのはアレ試合となった準決勝イラン戦のワンシーンでした。左サイドで南野を倒したイランがノーファールを主張する中、意に止めず立ち上がりボールを収めた南野はゴール前の大迫にクロスを送って貴重な先制ゴールを日本にもたらすなど、エース南野の熱いプレーには頼もしさを覚えましたよね。そんなクラブ代表ともにフル稼働して凄まじい体のキレを見せていた南野の1819シーズンでしたが、続く1920シーズンの欧州チャンピオンズリーグの舞台ではキャリア絶頂ともいえる素晴らしいプレーを連発します。繰り上がりでグループステージから出場権を得たザルツブルクは伊東純也の所属するヘンク、セリアの古豪ナポリ、そしてさっき王者リバプールとともにグループ E に参戦。伊東純也との日本人対決となった初戦のヘンク戦はさっき冬に加入した大型センターフォワードアーリング・ハーランドのハットトリック、また南野も2アシストを挙げる活躍でザルツブルクが大勝を収めると、グループステージ2節で迎えたのは同グループ最大の難関リバプールとの一戦でした。戦前の予想通り試合は前半でリバプールが3点を奪ったことで決したかに見えましたが、39分のファンキちゃんの一発からザルツブルクの逆襲がスタート、そして56分にはファンキちゃんのクロスに走り込んだ南野が豪快かつ鮮やかなダイレクトボレーを沈めて1点差まで追い詰め、王者と互角の打ち合いを演じます。結局その後はハーランド、モハメド・サラーがそれぞれ得点を決めてザルツブルクは惜敗に終わったものの、この試合で圧倒的な存在感を放った日本人選手には世界中の視線が注がれたのでした。一方リーグ戦でもザルツブルクは南野、ハーランド、ファンヒチャンダに加えレンタルから復帰した奥川雅也も開幕2試合連続ゴールを挙げるなど前線の破壊力を増し、国内リーグ戦18試合を終えて13勝5分け無敗と圧倒的な強さで首位を快走。南野はシーズン前半14試合に出場して5ゴール6アシストとハイペースで数字を残すと、ワールドカップアジア2次予選でも4試合連続ゴールを挙げる活躍で一層世界の注目を集め、いよいよ大きなステップアップの時を迎えていたのでした。そして衝撃の一報が我々の耳に届いたのは2019年末、1920シーズンの冬の移籍市場で新戦力の補強に動いていたリバプールでしたが、チャンピオンズリーグのインパクトから南野に注目、違約金725万ポンド、日本にして約10億円を支払う形で南野のリバプール移籍が成立したことが報じられました。クラブの公式映像でリバプール所属の選手になることは自分にとって夢だった、その夢が叶ったことにとても興奮している、この日を楽しみにしていたと喜びを語る日本のエースの姿に我々日本サポーターは心を
踊らせましたよね。ちなみに南野の代理人を務める秋山雄介氏は後に 2,3 時間後ぐらいにあるプレミアのクラブからすぐにメールが来て、すごく興味がある、強い興味がある、話し合いたいと。クロップがちょっと驚いた顔をした。プレミアクラブからのメールを含めてリバプールあるなと思って、次の日かな、連絡をこっちからしましたと明かしたように、この移籍は逆オファーから実現したそうです。ちなみに当時のリバプールは南野に滝の愛称を与えた名将ユルゲン・クロップがゲーゲンプレッシングをチームに浸透させ、さっきチャンピオンズリーグでは2005年以来となるビッグイヤーを掲げるなど、一気に欧州最強のクラブの一つに上り詰めており、南野が加入した1920シーズンもその勢いのままプレミアリーグ首位を改造中。特に前線はフロント3と呼ばれたモハメド・サラ、ロベルト・フィルミーノ、サーリオ・マネが絶対的な主力を務め、南野は彼らワールドクラスの選手たちとの競争に身を投じることとなりました。そんな南野は FA カップのエバートン戦で移籍後初出場を果たすと、2節ウルブス戦では負傷したサリオ・マネに代わって待望のプレミアリーグデビュー。その後はカップ戦を中心に前線の様々なポジションで出場を増やし、リバプールのクラブ史上初プレミア初制覇を達成したメンバーの一人となりましたが、まだ出場機会は限られ、公式戦14試合出場無得点と不完全燃焼だった南野は、自分は半年だけしかプレーしていないので実感はあまりないし、まだここで何も示していない、いずれ自分がチームに貢献して優勝をまた味わえば良いかなと思うと、新たなシーズンへの意欲を燃やしたのでした。しかしリバプールは迎えた2021シーズン夏の移籍市場で、ウルブスから前線の万能ストライカーディオゴ・ジョタを獲得すると、この新たなライバルは加入早々に結果を残し、序列の下がった南野はカップ戦を中心にチャンスを伺う時期が続きました。一方、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、久々の代表活動となった2020年10月のオランダ遠征では、それまでの背番号9から背番号10に変更され、名実ともに日本代表のエースとなった南野でしたが、クラブに帰還後2020年12月のクリスタルパレス戦ではようやく自身待望のプレミアリーグ初ゴールもゲット。しかしその後も状況は好転せず、リーグ戦前半はこの1ゴールにとどまるなど手詰まりの状態にあった南野は、冬の移籍期間最終日の2021年2月2日に決断を下すこととなりました。サウサンプトン移籍、その経緯について本人は、あれは最終日練習後の17時頃だった、電話がかかってきたんだ、そして決まった、良い機会だと思ったし前向きだった、チャンスをつかみにここに来たんだ、ここに来る前にはマヤ吉田と話したよ、チーム監督選手についても聞いた、マヤとは多く話したしチームについてポジティブなことを聞いた、話を聞いてから12時までの間に30分ほどねと、かつてセインツで戦った日本代表キャプテンの助言を頼りにしたことを明かし、新天地での戦いをスタートさせました。すると23節ニューカッスル戦で先発出場した南野は、左サイドからの斜めのパスをワントラップで前方にコントロールして左足を振り抜き、移籍後初ゴールを挙げると、さらに25節チェルシー戦では貴重な先制ゴールを挙げて、サウサンプトンの連敗ストップに貢献。その後はゴールから遠ざかったものの、当時のセインツ指揮官ラルフ・ハーゼンヒュットルは、南野は私たちのチームに完璧にフィットしていた、間違いないね、いくつかの良い試合があり良いゴールを決めてくれた、彼は10番のポジションで大いに助けてくれたと語ったように、南野はレンタル先でコンディションを取り戻していきました。また2021年3月には新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期されたワールドカップアジア二次予選が再開すると、南野はモンゴル戦、ミャンマー戦、タジキスタン戦とゴールを挙げ、ワールドカップ予選7試合連続ゴールの快挙を達成。そんな彼にはレッズサポーターからも復帰の期待の声が高まる中、2122シーズンの夏に晴れてリバプール復帰を果たすこととなります。しかし復帰後もフロント3、ジョタラーのバックアッパーとしての位置づけは変わらず、カップ戦出場をメインにチャンスを伺う南野は、カラバオカップにおいてノリッチ戦で2ゴールを挙げたのを限りに3試合連続ゴールを挙げるなど、苦境に屈せずたくましい活躍を披露。一方リバプールは離脱者が続出する状況を受け、冬の移籍市場で超絶技巧のドリブラールイス・ディアスを獲得するなど、前線の競争は熾烈を極めましたが、指揮官クロップは南野の貢献について、滝がここに来た時から好きなんだ、最近調子が良かったが、もちろん怪我で少し止まってしまった、そういうものだよね、今は戻ってきた、素晴らしいことだし、どうしても彼の存在は必要なんだと語るなど、この頃の滝はローテーションに欠かせない一人であったのは事実でした。またそんな南野のプレミアでの奮闘が続く一方、日本代表では新たな風が巻き起こっていました。アジア最終予選序盤でつまずいた第一次森保ジャパンは窮地に追い込まれる中、稲妻のごときスピードに決定力を兼ね備えた伊東純也、また初見では止められない反発ステップドリブラー三笘薫の両ウィングをはじめとした新たな戦力が予選突破を牽引し、かつて不動の10番として期待された南野もその地位を脅かされる時代が到来しつつありました。ただ南野も FA カップで2試合連続ゴールを挙げるなど、リバプールの4冠達成の目標をつなぎ止め、出場試合数は少ないながら国内公式戦決定率1位を記録したことも報じられるなど、状態は良好。それでも EFL カップ同様、 FA カップ終盤も出場の機会を得られなかった南野は、ようやくリーグ戦初先発となった37節サウサンプトン戦でドリブルからニアをぶち抜く怒りのゴールを決め、仕上がりぶりをアピールしました。しかし試合後、怒りのモチベーションでやってやろうという気持ちしかなかったと語った南野は、これがリバプールでの最後のゴールとなり、シーズン終了後の夏の移籍期間にリバプール退団を決意。対してクロップは、彼はファンタスティックな選手で先発に入れないから悪い選手だというわけではない、いやワールドクラスであるべきなんだ、滝は我々のために信じられないほどによくやってくれたし、私は彼をぜひとも引き止めたかった、しかし彼が最も頻繁にプレーする機会を求めたことは 100%
100% 理解できる。我々は彼の成功を祈っている。昨シーズンに彼が我々のチームにいなければ我々は無冠に終わっていたと簡単に言うことができる。彼が決めたゴールの全ては我々をファイナルに導くための決定的なものだったと、彼との別れを惜しみながらもその意向を尊重し、侍の新たな旅立ちを見送ったのでした。リバプールでの煮え切らない日々、そして代表で激化する熾烈なポジション争いと、日本代表の10番が焦りを感じていたことは想像に難くないですが、2223シーズンを迎えるにあたり心機一転、彼が新天地として選んだのは5大リーグの一つであるフランスのサッカーリーグ、リーグアンでした。同カリは古巣サウサンプトンやリーズ、ウルブスといったプレミアリーグのクラブに加え、インテル、ローマなどが南の獲得に動いたと言われていますが、毎年とても良い若手選手を輩出するフランスのリーグにはもともと良い印象を持っていました。酒井宏樹選手や川島英二選手と連絡を取り、彼らはリーグアンについてたくさんの良いこと、ペースの速いリーグであること、成長のために完璧なリーグだと教えてくれましたと語った南野は、2022年6月に移籍金1500万ユーロプラス出来高300万ユーロでリーグアンの強豪 AS モナコへの完全移籍を果たし、心機一転、新天地での活躍が期待されました。そして迎えた2223シーズンの序盤は、指揮官フィリップ・クレマンが採用する 4-2-3-1 の2列目で南野はポジションを争いますが、10代の新鋭エリース・ベン・セギルらに遅れを取り序列は後退。初節スタッドランス戦では後半から出場してリーグワン初ゴールを記録した南野だったものの、この頃はかつてのような輝きをピッチで放てなかったのは事実であり、その空回りぶりにサポーターからは透明人間と揶揄されるなど、以降出場機会を減らしていきました。そんな新天地での苦悩の日々を送る中、迎えたのが日本の集大成といえる2022年カタールワールドカップ。三笘や久保の台頭、また自身のクラブでの不調から、もはや代表メンバー入りすら危ぶまれたかつてのエースでしたが、それでも10番を背負って大会に臨みました。そんな南野はグループリーグ初戦の大一番であったドイツ戦で0対1のビハインドを追っていた後半に途中出場を果たすと、左サイドから反撃ののろしを上げる同点ゴールの起点となり、短い時間の出場ながら日本を救う活躍を見せます。ただグループリーグ突破をかけた3戦目のスペイン戦で南野は出場機会を得られず、決勝トーナメントのクロアチア戦では後半終盤に登場、そして延長戦の末迎えた PK 戦で最初のキッカーを志願した南野のチャレンジは失敗に終わり、劣勢に回った日本のワールドカップもここで終わりを告げました。試合後、誰も手を挙げない中でのキッカー志願であったことが伝えられた南野でしたが、自信はあったけど結局それでチームに迷惑をかけた、相手のゴールキーパーを乗せてしまった、絶対に4年後のワールドカップにリベンジしたい、絶対に選手としてレベルアップしてこの場に帰ってきたいと、 PK 戦の敗戦、そしてまたしてもベスト8の壁を越えられなかった日本代表のエースとして全ての責任を背負い再起を誓ったのでした。ただその後、シーズン終盤の35節リール戦で先発を飾った南野は審判の笛と同時にキックオフドリブルを敢行。これは当然反則としてプレーを止められると同時に周囲を意味不明と騒然とさせ、ついに内田篤人とのトークでコーチによるアドバイスだと背景は明らかにされたものの、そんな話題が先行した2223シーズンは彼の栄光のキャリアの中でも迷走を続けた失意のシーズンでした。しかし続く2324シーズン、思わぬ形で転機が訪れることとなります。それはアドルフ・ヒュッター、モナコ指揮官就任、ヨーロッパリーグ出場権すら逃したさっきの結果を受けてクレマンが解任されると、かつて短い期間ながらザルツブルクで栄光を共にした恩師の下でプレーする運びとなったのです。するとプレシーズンから新指揮官のアグレッシブなスタイルに適応を見せていた南野は 3-4-2-1 システムの2シャドウの一角としてリーグ戦開幕節から先発出場、また2節ストラスブール戦でもペナルティエリア外から右足を振り抜くミドルシュートで先制点をもたらすと、その後も斜めのクロスに頭で合わせて得点を重ねるなど2ゴール1アシストを挙げる活躍でモナコを開幕2連勝に導きます。さらに続く3節のナント戦でも0対2のビハインドの中、反撃ののろしを上げるヘディングでの2試合連続ゴールを記録するなど、目覚ましい復活を遂げた南野は8月のリーグ月間 MVP を受賞、上々のシーズン序盤となり、かつての滝が帰ってきたとネット中は沸きに沸きました。こうしたクラブでの活躍を受け、2023年10月、南野はワールドカップ以来遠ざかっていた森保ジャパンへ久々の代表復帰を果たすと、10番こそ堂安に譲ったままではあるものの、自分がつけた時もその責任感というか、どう見られるかっていうところはもちろん、代表の10番っていうのは特別なものなのであれですけど、でも一旦ワールドカップが終わって、そういう部分もリセットされて、率は10番をつけるにふさわしい選手だと思うし、僕自身そこには別に何も思っていないと、また一からスタートする姿勢には改めてエールを送らずにいられませんでした。そして満を持して2024年1月、アジア一を決める祭典アジアカップへの招集メンバーに選ばれた滝は、初戦から2ゴール1アシストを記録するなど、ベトナム戦で最高のパフォーマンスを見せつけていますが、その後の試合ではポジション問題や出場時間が少なかったこともあり、目に見える数字を残すことはできず、日本代表自体も準々決勝でイラン相手に敗北を喫したことで、ノルマと言われていた優勝のタイトルは手に入れることはできませんでした。滝自身の調子が良かったので非常に残念な限りですが、その後チームへ合流した彼は再び躍動します。まず右ウィングで先発したニース戦でアシストをかますと、2月25日に行われた RC ランス戦では
圧倒的なスタッツを披露します。まず前半から猛チャージ出しまくりの南野はこの試合押し込む形でチームの2点目に貢献すると、その後は PK ダッシュ、2対2の同点で迎えた後半には右サイドからのカットインを行った南野はシザースでサイドバックをかわして逆足ミドル、これが見事に突き刺さったスーパーゴールは強敵ランス相手の値千金の決勝弾となり、これによりチームは勝利、滝もまたチームの中心人物として輝きを放ったのでした。そんな現在28歳とベテランの域に差し掛かりながら完全復活の時が近づくかつてのエースには、またあの切れまくりの全盛期の状態を取り戻し、もちろん2026年ワールドカップでリベンジを果たす姿をこれからも見せてもらいたいので、今後2シーズン半でじっくり牙を研ぎ、勝負のワールドカップに向けて準備を続けてもらいたいですね。ここまでご視聴いただきありがとうございます。今回の動画では第一次森保ジャパンからエースとして日本代表を牽引し、リバプール、モナコといったビッグクラブで挑戦を続けてきた滝こと南野匠が10番を背負うまでの物語、そして海外での奮闘の日々をまとめてきましたが、いかがでしたか？ユース世代からエリートとして輝かしいキャリアを歩んできたとされる彼ですが、プレミア、リーグワンといった世界トップレベルの戦いの中でもがき続け、苦難を乗り越えていく姿は多くのサッカーファンの心を掴んできましたよね。そして現在再び上昇気流に乗りつつあるかつての10番が真の完全復活を果たした暁にはサムライブルーにも新たな化学反応が起こるのではないかと思いますので、その時が訪れる日を楽しみにこれからも滝の活躍を追いかけていきましょう。クラックフットボールではこれからも滝の今後、そして日本代表選手たちの歴史について取り上げていければと思いますので、面白いと思われた方はチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。また当チャンネルではアジアカップやワールドカップをはじめとした日本代表のコンペティション、またユーロやチャンピオンズリーグ、各国のリーグ戦を対象にした海外サッカーについても取り上げていますので、面白いと思われた方はそちらの方も見ていただけると嬉しいです。それではこれからもよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。